쌤이 듣다라 유튜브 속거래 여기 오버치 듣던네. 아, 너 이만 오고 다 지우고 가려나 있니? 그, 리패징 아스 뒤에 나 그 반도 저는네 DJ 보이트 히도가 나가 열악하시다라시네요. 시간은 그런 가수라신다게도 야, 혼자 말했어. 아, 그래, 지가, 아, 지가 니스였다. 고멘나사. 네, 시로크를 つけましょうでしょ? 감독님. 스노시도, 아, 고코네. 実はね, 와자, 思い出あんのよ. 고코노바쇼 가부기치우でしょ? 実は, 고코데사, 昔, 박치크네, 이마이선도네, 소극시다네요. 아, 이마이선이야! と思ってさ. おばちゃん 握手してくださいって言ってさ、近づこうと思ったらさ、めちゃくちゃ酔ってて、こっち振ってみた瞬間さ、あまりにも、すいとばちゃん、ビビって握手してもらえなかった。てか近づけなかった。いや、死だとめっちゃ怖いわ。いや、今ちゃんはいい人よ。いい人なんだけどさ、ハンターハンターのさ、ヒソが係じゃん。だから近づいたら、 殺されるのかなって。いや、本当に怖くて。おばちゃんせっかく見かけたのにさ、握手できなかった。いやー、あれは無理よ。酔ってる今さんは、ほんと怖いわ。いい人よ、今さんは。おばちゃん勝手にビビっただけなんだけど、いや、その歌舞伎町で会うともう、ひそかか、わかってます。戻ってきますよ。あ、それで、<笑> レペチェン、地球の、もうちゃんと言うよ。怒られちゃうから、不安の人から。のね、 DJ ホイさん、この人、 10月28日 ロサンゼルスに遅刻気味って遅れていったのかしら。で、 11月10日に、もうこれハロウィンパーティーに参加して、で、日本に帰ってきたんだけど、厚生労働省がなんかね、例えばさ、 14日間のさ、待機期間設けるじゃん。それにね、違反者した人の違反者リストっていうのをね、アップしてんのよ。で、その中にこの人いんだよ。この7番目、 アメリカに行った20歳、 東京都。 令和3年11月16日 アメリカから羽田空港に到着し入国。空港での入国時検査は陰性。 令和3年11月17日以降の自宅待機登録されている特定場所は東京都の期間中健康状態の報告位置情報の報告及びビデオ通話への応答が一度もなかったという。このさ、レペゼンツっていろいろあったでしょ。メンバーがこういうことしちゃうと残された人たちとかだって、 もしさ、やっとスポンサーついてね、これから何とかっていう時にさ、今度バレちゃうと、スポンサーも逃げちゃうでしょ?で、この人の本名がさ、松本糸穂っていう変わった名前なんだけど、これで多分、みんなにバレんちゅうなっちゃったと思うのよ。って思うんだけどさ、よく、煙ぷかぷかしてるさ、なんていう映像とかさ、 SNSにアップしたりしてるじゃない。おばちゃん、 ちゃんとした真似じゃつけた方がいいと思うんだけど。いろいろね、なんか視聴者さんで昔からさ、いい曲、なんか上げてますんで聞いてくださいとかって、ファンの方だからいっぱい今回怒られるかな。うちに。まあ、しょうがない。まあ、ニュースのね、記事として入ってきたから、これ扱わなきゃと思ってさ。うん、できる聞いててさ、いけてるじゃない。うん、だから、とりあえずさ、まあ、 こういうことしちゃったら、もうスポンサー嫌がっちゃうからさ、罰として、一人でとりあえずインド行く、生きて帰れない。今インド行ったら生きて帰れないですよ。っていうか、おばちゃんもね、ちゃんとしたマネージャーつけた方がいいと思うんだけど。会社立ち上げたんでしょ?だからどっかのさ、元芸能事務所、今リストラとかもすごいじゃん。 でさ、今仕事なくしちゃってさ、元有名ななんかちゃんとしたマネージャーとか雇ってさ、いろいろさ、管理してもらった方がいいんじゃないの?いろいろ見ててなんかそれすごくね、感じるんだけど。てか、この先ずっとやってても、こういうこと続けてるとさ、
ね、スポンサーとかつかないと、なんか、大きいさ、なんていうの、まあ、コンサートとかもできなくなっちゃうでしょ？いつからだってそういうこと考えてるんでしょ？だからちゃんとしたね、マネージャー取った方がいいと思うんだけどね。あ、そういえば、ばっちゃびっくりしちゃったんだけど。あのさ、離婚してさ、養育費払わない男の人って、84% もいんの。え、マジで？え、口座差し押さえとかってできないのかしら？あ、そしたらまた裁判しなきゃいけないってことだもんね。あららららららら。あ、これ、え？これたまったもんじゃないじゃん。え、マジで？そういえばさ、その、お茶のつぶやきでさ、親権が父親になった場合で、養育費を払う母親っておるんかな？これ気になるのは介護も含めて。あ、例えば、何？お母さんがなんか、ちょっと、ちょめったとするじゃん、外で。それが原因で別れたとして、女性の場合でどうなんだろう？養育費？おばちゃんも確かにこれどうなのか知らない。もう言われてみればそうよね。でも、これは、ちょっと、差し押さえた方がいいんじゃないのかな、そういう法律とか。あ、まあ、なんか前に見たわ。なんだっけ、別れて、で、全然養育費払ってくれないで調べたらなんか、元旦那さんがさ、ベンツとか BM 所持しててさ、若いお姉ちゃんと遊びまくってるとかって。で、最終的に弁護士通して払うようにって言ったら、いや、お金ないんですって。アホかと。アホかと。ベンツと BM が見えてないみたいな。そういう時になると。スケルトンになっちゃうみたい。これでも法律、だって 84% でもう、なんていうの、もう全体的に、いやもうしょうがないよ、もう生活あるからって、ね、言ってる人が多いってことでしょ？だから、給料がどれくらいもらってて、家賃とかそういうのを調べて、実に余裕ある人はもう、ねえ、とりあえず、銃殺にした方がいいんじゃない？まあ、そういうんだけど、で、残ったものをさ、全部与えてあげるって。それ、悪質だったらね、そういうのがいいのかなと思う。でも、84% は異常よね。私を物にしたいなら、もっと、つびびとくる。相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは、皆様のご相談をお待ちしております。ところでよく、ある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれって、どういう意味かしら？